神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。あー、たけちゃんいらっしゃい。久しぶり、エイコバさん。あー、座って座って、嬉しい。元気だった？うん、元気元気。お坊さんは元気だった？ものすごい元気。もうたけちゃんの顔を見るたびにますます元気。あー、よかったよかった。じゃあこれからも何回も来るからね。嬉しいそれはそうと、今日の質問は何？そう今日もね、質問があって、イスラエルに行った時のことを思い出して聞きたいんだけど、あのね、日本ではこういうことあんまりないんだけど、イスラエルの国歩いていると、人々が話してる言葉がいろんな国の言葉なんだよね。まあ、それでそれだけじゃなく、黒人もいれば白人もいるし、まあ、黄色人種のような人もいるし、こういう光景珍しいのかなと思って、うん、いや、それは本当素晴らしい質問なんだけど、うん、あ、2700年前に神様が語られた予言の成就が今起こってるのね、うん、イザヤ書の11章12節では神様が世界の四隅から、うん、彼らを元の地に集めるよっていう言葉があって、うん、その通りに今現在140カ国から集められてる、うん、だからいろんな人種がいて、うんうんうん、いろんな言葉を聞くのよね。そっか、世界の四隅。あ、なるほどね。それで140カ国っていうんだね、うん、いやー、それはまさに世界の四隅だね。いつ頃からそうやって人が集まるようになったの？19世紀頃からぽつりぽつりと、うんうん、ユダヤ人がパレスチナの土地を買って、住むようになって、開拓し始めてっていうのがあるんだけど、うんうんうん、だん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 それが増えてきて、うんうんうん、建国になってますます、うん、人々が集まってきてるのね。私と主人が、うんうんうん、イスラエルに行ったのが1990年だけど、うんうんうん、その時にものすごい予言の成就があったの。もうこれはぜひぜひ聞いてもらいたいと思うんだけど、うんうんうん、イザヤ書の、うん、43章5節と6節ちょっと読んでくれる？うんうん、恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。この言葉、うん、この言葉通りに今起こってるのね。私がエルサレム
に住んでる時にこの、うん、6節の言葉が成就したので、うん、ものすごく、うん、エキサイトした時なんだけど、あの今東から西から集めるっていう言葉は、うん、政治的にはあ東からも西からもいつでも、うんうんうん、イスラエルに移民してこれる状況なのね、うんうんうん、だけど、うん、北に向かってっていうと話が違ってくる。あ、そうなんだ。北に向かって引き渡せって書いてあるもんね。これはどういう、うん、それは、うん、イスラエルの北の国が引き渡さない。どこが引き渡さなかったかっていうと、うんうんうん、イスラエルのまあ北っていうと、うん、元ソビエト。あ、元ソビエトは鉄のカーテンをバッチリ閉めて、うん、入ることも出ることも許さなかったのね。そのために、彼らがイスラエルに移民したいですって言っても、うん、できなかったのね。そうなんだ。だけど神様は命令してらっしゃるでしょ、うんうんうん、引き渡せって命令してらっしゃるでしょ、うんうんうん、その命令に従わない、うん、あのソビエトに大変なことが起こったのね、うん、あ、そっか。神様の命令に逆らうっていうことは何かが良くないこと、うん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 、それで1986年にチェルノブイリの原発事故っていうのが起こったの。チェルノブイリって聞いたことあるね、うん、よく耳にしたよ。あのチェルノブイリの原発事故で、うん、ものすごいたくさんの人が死んで、そして病気になって、もうどこのクリニックも病院も満員になって、もうソビエトの経済がすでにもうそこについてきてたのに、医療費で破産しそうになって。そうだよね。それだけ多くの人が病院に行ったら医療費だってバカにならないもんね。大変だったのよね。うわ、そうかそうか。それでソビエトは、あのウクライナのチェルノブイリの周りの人々は誰だろうって調べたんですよね、うんうんうん、なんとかしなきゃならないっていうので調べたら、うん、ほとんどがユダヤ人だったっていうことが分かったの。そこに住んでる人たちがほとんどユダヤ人？そう。それで、うん、この連中を全部イスラエルに送っちゃおうっていうことになったのよね。そうなんだ。でもなんでその人たちはユダヤ人だなっていうことが分かったの？見た目で判断できることなのかな？いや、見た目はわからないよ。みんな同じ顔してるから、うん、だけどものすごい反ユダヤ主義なのね、うん、前のロシアもソビエトも今のロシアも同じなんだけど、うん、ユダヤ人が生まれると、うん、ユダヤ人って反をされるの、戸籍謄本にね、うんうん、でその戸籍謄本を持ってると公立の大学に入れないとか、不利なことがたくさんあるのね。でもそのおかげで、うん、ユダヤ人だっていうのがわかるわけ、うんうんうん、それでまあウクライナの人だけ行かせると、うん、世界から非難を得るので、うんうんうん、鉄のカーテンを全国的に開けて、うん、病気の人たちイスラエル行きなさい、イスラエルには素晴らしいお医者様がいるからっていうので、鉄のカーテンが広がったっていうのが1989年なのよ。へえ、なるほど。結構頭を使ったんだね。じゃあね、鉄のカーテンを下げてまでして国をなんとかしようとか、そういうことを考えたんだ。じゃあだからもうこの人たちを何とかして処理しなきゃいけないのを、鉄のカーテンさえ広げればイスラエルに行ってくれるっていうね。そうなんだね、うん、でも一度にそんなにイスラエルに人が移っていったら受け入れる方も大変なんじゃない？まあそれは神様の予言だから、うん、神様の備えっていうのがあるんだと思うんだけど、まあ89年に鉄のカーテン広がったんだけど、うん、私たちが90年に到着した時は、うん、まだ来てなかったの。うん、で5月頃になると、うん、
来たからドワーって移民者が来て、その数1ヶ月に8000人から1万人、毎月毎月それだけの人が入ってくるのね。すごい。そんなにたくさんの人が毎月移ってきたら住む場所もないんじゃないの？どこに住む？まずはホテルに入れて、そして湾岸戦争でホテルが空いてたので、まずはホテルに入れて、で徐々に空いているアパートに入れていって、そしてみんなをヘブライ語の学校に行かせて、言葉がちゃんと喋れるように、そしたら仕事を手に入れることができる。そういうことなんだ。まあイスラエルに行ったらロシア語が全員に通じるわけじゃないっていうことだもんね。全然通じなかったの、ヘブライ語勉強しないと。そうなの。だから政府が学校に行かせるのよ、なるほど。またそこでやり直す生活をしなきゃいけなかった。本当にね、一からやり直し、それを次の世代のために、ユダヤ人は自分は一からやり直しなんだけど、次の世代が良い生活できるようにっていうので、移民してきてるわけね。2000年のね、5月には100万人に達したっていうお祭りしてたのよ。そうなんだ。じゃあここに北に向かって引き渡せってあるのがチェルノブイリのことで始まってて、それを目の前でこの予言の成就を見てたっていうおばさんたちは結構興奮したんじゃない？すっごい興奮、ね、もうイスラエル中が興奮、それどころか同じ90年に南はエチオピアで起こったの、エチオピア。南はエチオピアで、エチオピアのよユダヤ人っていうのは靴も履いてないような人たちで、代々続いて農業をしている人たちなのね。だから学校も行ったことないっていう人が多いんだけど、街道はちゃんとあるのね。祈る場所っていうのはあって、ある日山に住んでるエチオピアの部落で男の人たちがこう祈ってる時に、シオンに戻れっていうものすごい強いものを心に感じて、それでそこにいた人がみんなそれを感じたのね。で、自分たちはシオンに戻らなきゃいけないんだっていうので、まあ純真な人たちだから、荷物をサンタクロースみたいに抱えて山から降りてきた。でもどういうふうにしてシオンに戻れかいいかわからない。だからまずはエアポートに行ってみましょうと言って、これはアジスアベバのボレ国際空港っていうところにまず行ってみた。そうしたら彼らの見た光景が大変な光景だったの。何それは、もうあっちこっち、近いとこから遠いとこから、山から谷から、ユダヤ人たちがシオンに戻れっていうのを感じて、じゃあシオンに戻りましょう、でもどうしたらいいかわかんないから、まずエアポートに行きましょうって、集まった人たちの数が1万5000人近いの。すごい。みんなエチオピアに住んでるユダヤ人が同じようなことを神様から言われて集まってきたっていうことなの？そうなのよ。だからこの人たちは電話もないし、ラジオもないし、靴もろくに履いてない人たちが、いや、シオンに戻りましょうって集まってきたら、1万5千人ぐらいになってるので、もう大変だって。本当、空港もいっぱいになっちゃうんじゃないの？はい、もうイスラエルでは、1万5千人近いユダヤ人が空港でシオンに戻りたいって言ってるっていうのを聞いて、大急ぎで政治家を送ったの。へえ、それでどうなったの？
ところが相手は共産党の政府で、イスラエルとは絶対交渉しませんっていう、そういうところだから、結局は彼らは引き止められたのよ。ちょっとね、今この6節もう一度読んでみて。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。ね、ここで引き渡せっていうと、言うのと、引き止めるなって全然違う言葉でしょ。本当だね。で、北は引き渡さなかった。それを渡すようになった。はいはい、だけど同じ時に引き止められた、なるほど、南は引き止められた、やっぱりこれも命令、神様からの命令だから、そうか、じゃあなんか大変なことが大変なことが起こりますよね、まあチェルノブイリみたいなことは起こらなかったんだけど、17年間続いたメンギス政府、共産党政府が転覆したの、へえ、で新政権が立ち上がったの。もうイスラエルは大急ぎで政治家を送って、私たちがこの人たちを受け取りますって。じゃあ国にとってはまあ偉いことだけど、新政府が起こったからこそイスラエルがまた交渉に行って、そして聞いてくれる。その新政府がどういうふうに動いたの、それで。あ、新政府は、ね、やっぱり、お金が必要でしょ。だからこの人たち受け取りますっていうイスラエルに、空港税と出国税とって言っていろいろお金を言って、何百万ドルというお金をイスラエルが渡して、全員を連れていくんだけど、その手続きが終わるとすぐもうこの人たちはエチオピア人じゃないから、48時間以内に連れて行かなかったら残ったものはみんな殺しますって言われたんだ。48時間以内にエチオピアの空港からイスラエルに早く連れて行きなさいと。そう、椅子があると人数が決まっちゃうので、椅子のない飛行機をもうぎゅうぎゅう詰めでして行ったり来たりしたのよ。私写真をね持ってたのに、写真、それが今見つかんないんだけど、ちょっとたけちゃん検索してくれる、はいはい、調べてね、ソロモン作戦っていうのでね検索すると出てくると思うのよ、ソロモン作戦、ソロモン作戦、あー便利だね、こうして何でも出てくる、これが椅子のない飛行機にぎゅうぎゅう詰めに、入れられて、本当だね、これ。どうしてイスラエル行ったり来たりしたのね。何回も行ったり来たりして全員を連れて行ったってこと。そしてね、まあ本が出てるんだけど、本には25時間で連れ戻ったっていうんだけど、私がそこにいた時は、もう36時間で全員連れ戻ったって大騒ぎしてた、それはまあ彼らがいたところから車で乗せて飛行場に連れてきて、飛んでっていうのね、それに36時間かかったんだけど、もうイスラエル中の新聞もテレビも雑誌もこの話で、みんながこの箇所を読んでた、イザヤ書、イザヤ書のこの箇所をイスラエル中で読んでて、もうイスラエルの人たちの興奮状態、私の興奮状態、黙ってられないっていうような、そうだよね、これエルサレムで目にしてたらもう本当にびっくりするし、おばさんたちだけじゃなくてイスラエルの人たちみんなもう興奮したんだね、これは。だってで、2700年前に語られたことが、今の時代に目の前で成就しているんだから、みんなこれ読んだんだじゃん。みんなこれを読んでた。そして新聞も読んでたんだけど、新聞を読んでも、テレビを見ても、このニュースでしょ。これほどには明らかに語ってなかった。そういうことか。だから、
はあ、聖書は新聞より明らかに書いてあるってその時は思ったのよ。すごいね。確かにその通りだよね。これは本当にその通りね。怒って新聞よりもテレビのニュースよりもはっきりともう予言してるというか説明してるっていう、引き渡せ聖書がでね、引き止めるなってもうはっきりと書かれて、いやこれはあれだね、僕もそこにいたら多分同じように興奮できたかなって思うと、そこにいたかったなって思うね、これはね。でもね、このこと、このようなことっていうのは今もイスラエルで起こってるの。今も？今も移民者がどんどん入ってるのね。あ、うん、だからあの時にあそこにいればよかったなじゃなくて、うん、今も続いてることだから、今の時代に生かされてるっていうことが、うんうん、すごく興奮すべき時なのよ。今も四隅から集められ続けてるっていうっていうことなのよ。だから聖書の言ってることがバッチリ。本当だよね。だって一度亡くなった、今までなかったっていう国に今この時代にまた集まってきてるっていうことなんでしょ。そうなのよ。そっか、すごい時代なんだね。今も2000年過ぎても、聖書ってすごいよね。聖書って本当すごいよね。あ、本当だね。すごいね。いや今日もそんな昔に起きた話じゃないのにね。1990年、つい最近、うん、そして今も続いてる。いやこんなすごい話を今日聞けると思わなかったね。いや知らなかった。なんかあの時みたいにね、うん、エキサイトして喋っちゃったけど、もう本当にタケちゃんが来てくれるから、もうまたあの時に戻ったような気分。あ、いやこれ聞いた人はエキサイティングになるわ。また来てね、うんうん、また別の質問をしに来るわ。もう本当タケちゃん来るたんびにエネルギーもらっちゃう、ね、ああよかったよかった。いや今日もじゃあ面白いこと教えてもらって本当にありがとう、うん、とんでもない、こちらこそありがとう、うん、また来ます。また来てね、はい、ありがとう、うん、それではここで本日のおさらいをします。私たちが生かされている現在は2700年前に書かれたイザヤ書の予言の成就で、東西南北からイスラエルの民が集められている時代です。聖書の予言は新聞より明らかに成就しています。それでは皆様またお会いしましょう。シャローン。